1922年のレディースホームジャーナルの広告でもクリスマスの略記が使われているクリスマスはクリスマスを省略した綴りで英語圏では広く見られる表記である。これをエクスマス、KSMS と発音する場合もあるがクリスマスやそのバリエーションであるエクステマスは本来はクリスマス、KRSMS という典型的な発音を綴ったものである。X はギリシア語で キリストを意味する、ローイオタシグマタウの頭文字キーから来ている。マスは、天礼を意味し、ラテン語から派生した、古英語に由来する。クリスマスという言葉は、クリスマスからキリストを取り除くもので、この伝統行事における宗教的な要素を排除して、世俗化しようという狙いがあるという説はよくある。誤解だが、この発想そのものは16世紀にまで遡ることができる。 ニューヨークタイムズやタイムズ、ガーディアン、BBC などによる現代的なスタイルマニュアルでは、クリスマスという略記は推奨されていない。ミリセント・フェンウィックが1948年の防具ブック・オブ・エチケットで述べているところによれば、グリーティングカードには、クリスマスは使うべきではない。ケンブリッジ・ガイド・とオーストラリアン、イングリッシュ有生児では、この略記は非公式的であり、使用は見出しや、 クリーティングカードなどの簡潔さを胸とする場面に限られる。クリスチャンライターズマニュアル・オブ・スタイルも、かつてクリスマスはむしろ古風かつ低調な言葉遣いとされていたとしつつも、この略記は公式な文書では使うべきではないと書いている。クリスマスと綴られたポストカードクリスマスの初期の要例としては、バーナード・ウォードのオールド・ホールのセードモント大学の歴史などがある。 より古い形の綴りである X テマスは1551年まで遡る。1100年頃のアングロサクソン年代記では XP、S メスと書かれている。1753年のジョージ・ウッド・ウォードの出した手紙にもクリスマスという略記がある。バイロンやサミュエル・コール・リッチ、ルイス・キャロルもこの言葉を使っている。アメリカでは1800年に ボストンで出版されたウィリアム・ペリーズ・ロイヤル、スタンダード・イングリッシュ・ディクショナリーの米語第五版に日常的な略記、または言葉の宿約系の説明が設けられ、その一覧にクリスマス、クリスマスという項がある。オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアも1923年付の手紙でこの言葉を用いている。少なくとも19世紀の後半から英語圏においては広く、 クリスマスという略記が用いられている。引用付きで書かれたのはカナダが最初で、その後オーストラリア、カリブ諸国に広がった。メリアム・ウェブスター英語用法辞典には、現代的な用例は、ほとんどが広告、見出し、横断幕などの簡潔さを胸とする場面に限られる、とある。この辞書によれば、商業的なものを連想させるとしても、この言葉の評価には何の影響もない。 イギリス国教会のブラックバーン主教であったアランチェスタースは聖職者たちにこの綴りを避けることを推奨していた。アメリカでも1977年にニューハンプシャー州知事だったメルドリム・トムソンがジャーナリストへクリスマスにおけるキリスト表記を残しクリスマスと書かないようにと要望するプレスリリースを出している。彼はこの綴りを クリスマスの異教徒的な表現と呼んでいた。黄色とも呼ばれるラバルムはキリストを意味するキリスト教、そのものの象徴であるクリスマスをクリスマスと略すことは、この祭日を祝うキリスト教徒にとっては不満の種であった。1937年に、ジョージ・ワシントン・ドブネットが共同創設した保守的なキリスト教団体であるアメリカ教会同盟は、1957年12月、 解放であるニューズビューズに、X イコール未治療と題した記事を掲載し、クリスマスの使用を攻撃した。後に、この論難を、聖職者であり、右派の政治家でもあったジェラルド・スミスが取り上げ、1966年12月に、クリスマスは、キリストの名を省略する、冒頭的な綴りで、X は未治療の象徴であると主張した。さらにスミスは、サンタクロースは、 新約聖書におけるイエスの記述を引読するためにユダヤ人が持ち出したものであり、国連がキリストの名を追放したのも世界中のユダヤ民族の依頼によるものだという主張を行った。とはいえ、X がキリストの略記であり、おそらくは十字架の象徴でもあるということは歴史的にも十分に証明されている。この略記は正教会の宗教画である遺憾にもよく見られる。 デニス・ブラッハーは、キリスト教徒向けのウェブサイトに、いつの時代にも、キリストやキリスト教を、ある意味で冒涜するものだという理由で、クリスマスという略記することを声を台にして咎める、人々たちがいるという文章を投稿した。例えばその代表的な例として、伝道師のフライクリン・グラハムや CNN のジャーナリスト、ローランド・マーティンなどが挙げられる。グラハムは、 インタビューで次のような発言をしている。我々クリスチャーにとって、救世主、イエスの誕生日は最も神聖な祭日です。クリスマスからキリストを除こうとする人にとってもそれは変わらないらしい。そういう人たちは、おめでたくもメリークリスマスなどと言っている。イエスをなくしてしまおうということです。実際問題これは、イエスキリストの名をめぐる戦争だと私は思いますよ。 同じように、ローランド・マーティンも、キリスト教徒にとっての祝祭が商業化、世俗化していくことへの懸念と、クリスマスという略記の広がりを重ね合わせている。ブラッハーは、クリスマスをクリスマスと略すことを嫌う人間は、様々な理由から、キリストの代わりに、X を用いてきた、長いキリスト教の歴史に疎いのだろうと断じている。キリストという言葉や、その複合語であるクリスマスは、 英語圏においては少なくとも1000年以上もの間、適宜省略して綴られており、現代において、クリスマスが一般的な表記になる以前から長い歴史がある。キリストが、X ローあるいは、XT と書かれることも、普通のことで、アングロサクソン年代記にあたればその要例は1021年まで、遡る。この場合の X と P は、ギリシャ文字のキーとローを大文字にした形が、 ギリシャ語でキリストを意味するローイオタシグマタウの略記として使われていたことに由来する。と描かれるギリシア文字二つを組み合わせたラバルムはカトリックにおいてもプロテスタントにおいても正教会においてもキリストを表現するシンボルとして一般的に用いられている。オックスフォード英語辞典とそのホイによればキリストを意味する X や X ローの最初期の例として1485年の文章が引用されている。ザション、あるいは数は少ないが、ザピーンなども、キリスト教徒を表す表現である。オックスフォード英語辞典は、キリスト教を意味する、ザシアナティについても1634年を、書出としている。メディアムウェーブスター英語辞典によれば、こうした用法が最もよく見つかるのは、 ギリシャ語の知識を持った教養あるイギリス人からである。古代のキリスト教美術においては、X や X ローはキリストの名の略記であった。新約聖書の写本や遺言画においても、X はローイオタシグマタウの略として用いられている。その他のクリスを X と書く、霊状記で挙げた他にも、クリストの文字を含む、 正式名称が X や XT などで省略して綴られることがあり、いずれも長い歴史を持つ。例えば、クリストファーもクラスティナ、ジーナと綴られてきた。17世紀から18世紀にかけて、名前のクリスティーンの綴りとして、ジーンとエクシーンは一般的だった。クリスという発音を綴るために、X を使った略記も広がりを見せており、クリスタルに対するクリスタル、 クリサンセマムを意味する花屋の不調としての残土などが代表的である。こうした使い方は語源的にはキリストとは無関係である。クリスタルはギリシア語で氷を意味する言葉に由来しており、クリサンセマムはギリシア語で黄金の花を意味する言葉に語源を持つ。一方でキリストはメシアのギリシャ語訳から来た言葉である。ありがとうございます。